こんばんは。今回は我が家のメダカの餌あげ風景を紹介していきたいと思います。だいぶ気温も上がってきて春本番になってきましたので、メダカの餌食いや活動も活発になってきましたので、今回の動画で様子を見ていこうと思います。皆さんとこのメダカもどうですかね。だいぶ餌も食べるようになってきたり活発になってきてると思いますので、ぜひ見比べてみてもらったり、うちはこんなんだよって教えてくれたりしてくれたら嬉しいです。まずこちらの方は、我が家で昔から育てているみゆきですね、の一群ですね。まあ、昔から育ててるんで、まだみゆきがそんなにグレードが高くない時からのやつなんで、あんまり、そうですね、めちゃくちゃいい個体ってわけではないですけど、我が家の中ではいい個体の方です。で、こちらの方が前回紹介しました、新しく導入したみゆきですね。こちらの方は結構いいとこの血筋で、なかなかいい感じに、まあ、フルボディになってるみゆきたちです。こんな感じで餌もだいぶ食べてますね。みゆきはやっぱり綺麗ですよね。自分はやっぱこのみゆきがきっかけでメダカを結構やるようになりましたね。皆さんもどうですかね。メダカをやるきっかけになったメダカとかいると思うんですけど、自分はやっぱりこのみゆきメダカですね。なので改めてちょっとグレードがいいのが欲しいなっていうことで、今年新しく買い直しました。まあこちらのなんで、ちょっとグレードのいいみゆきと、まあ我が家でグレードがいい昔からいるみゆき、どちらもちょっと取っていこうと思います今年は。それでまあどのぐらいの差が出るかですね、まあ見ていきたいと思います。どっちのみゆきからまあどのぐらいいい子が出てくるかっていうのもちょっと見ていきたいと思います。で、前回まではテトラのキリミンをあげてたんですけど、もうだいぶ暖かくなってきて春本番になってきましたし、もう産卵もだいぶ始まってきてますので、今回からは乙姫の B2 ですねを今年からあげるようにしました。去年まではこう繁殖させたいなっていう個体とかには、まあ恐竜の、まあ通称金パケですよね、金色の袋の産卵繁殖用の餌をあげてたんですけど、どうしても乙姫 B2 の方がコスパがだいぶいいっていうことで、今年は乙姫 B2 をあげています。金パケを毎回このメダカたちにやる量を買ってると、どうしてもお金がなくなってってしまうので、まあコスパがいい乙姫 B2 ですね。まあ栄養価もほぼそちらと同じで値段がだいぶ抑えられるので、今回はまとめて乙姫 B2 を買って餌をあげてます。こんな感じで食いつきもかなりいいです。こちらが3色ですね。これ前回も動画で、投稿しました、あれですね、繁殖してた個体ですね、だいぶ卵産んでた個体ですね。まあ繁殖しやすいように、まあ、水槽をちょっと整理したのと、水替えもしたりして、こっちの大きい60センチに移した個体です。前回の初めての採卵ですね、今シーズン初めての採卵動画でもこちらの卵の様子を上げてますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。こちらももう春になってきてだいぶ出てきてくれるようになりましたね。冬場全然人がいると出てきてくれなかったんですけど、今はもう逆に人を見つけると寄ってきてくれるようになりましたね。こんな感じで睡蓮の葉っぱもだいぶ出てきてますね。で、こちらはですね、まだちっちゃいオロチが入ってる容器ですね。こちらはまだ全然小さいので、こちらは恐竜の切り身ですね。あ、すみません、恐竜じゃない、テトラですね。テトラの切り身をあげてます。フレーク状だと、まあ、潰れるので、ちっちゃい子も食べれますし、大きいのは、そうですね、大きいフレークを食べれるので、まあ、このぐらいの個体には、テトラの切り身をあげるようにしてます。こちらはまだちっちゃいですね。去年の多分秋の後半生まれぐらいの個体ですよね。まあ、これよりもっと小さいサイズでも越冬はしてくれました。まあ、今年の超暖冬に助かった形ですかね。まあ、あと我が家は比較的暖かい地域なので、まあ、大丈夫だったのかなと思います。こちらはいただいたミックスの個体からちょっと3色っぽいのとか柄が良さそうなのを集めて作った、ちょっと実験的なミックスの子たちの水槽ですね。で、こちらもまだ去年生まれたやつなんで、まだ若いですね。まあ、大きいのがいたり小さいのがいたりいます。で、柄もいろんな柄が出てます。この中からまあ良さげな柄を見繕って今年繁殖させていこうかなって考えてます。
な感じで、まあ若いですし両方がいっぱいいるのですごい餌食いですね。一瞬で餌がなくなっていきます。まあこちらもそうですね、早く大きくしたいのでこちらも乙姫 B2 を与えていきます。まあこのぐらいの大きさに育ってれば全然乙姫 B2 も食べてくれますね。かなりいっぱい入ってます。まあ、これからの時期はそうですよね、こうやってメダカに餌をあげて、まあ、観察をしているともう時間があっという間に過ぎていっちゃいますよね。ゆっくり観察もしてたいんですけど他にもやることがいっぱいあるのであんま見ていられないっていうのが現状ですが、本当はもっと時間をかけてゆっくり見ていきたいですね。てかまあ見てるともう時間を忘れてひたすら見てちゃいます、いくらでも見れちゃいますね。こちらは先ほど紹介しました60センチ水槽の3色の個体の親個体の子供たちですね。こちらが前回の動画でも挙げました元は60センチ水槽にいた子を80リットルに合流させた子たちですね。ぜひそちらの動画もご覧になってみてください。まあ、だいぶ暖かくなってきましたんでね、スイレンの方もだいぶ葉っぱが出てきてます。まあ、近々こちらの水生植物がスイレンの生育具合ですね、こちらにクローズアップした動画も上げていきたいと思いますので、今回はちょっとスイレンのことはあまり触れずに流していきたいと思います。次回ですねどのぐらい成長してるかっていうのをまた動画に上げたいと思いますので、ぜひそちらを楽しみにしていてください。今回はまあメダカの餌あげの様子ですね、メダカの餌食いの様子とかをメインで話していきたいと思います。こちらが次がこちらもオロチの選別漏れのまあ2群ですね。こちらはもうすでに寄ってきてますね、まだ餌あげてないんですけど人の姿が見えたんで寄ってきてるんでちょっと先にあげちゃいます。こんな感じでいっぱいいますね。こちらはまあ2群なんで卵は取るか取らないかちょっと悩み中ですね。まあ、2群でも結構上身は上から見た感じは結構真っ黒なんですよね。ただ横から見るとちょっと薄いかなっていう個体は集めてるんで、まあ上身ではすごいいい感じですね。迫力ありますよね、こんだけいっぱいいるといっぱい寄ってきてます。ここがすごいですね、数もいっぱいいますし食欲がかなりありますね。このクリアウォーターでオロチがこんだけ集まってくると結構迫力ありますよね。ちょっと別アングルからですね、今度はこちらに集めてみようと思います。集まってきましたね、こんな感じで餌あげるとそこにも一気に集まってきますね、大量に。いいですよねオロチは、可愛いというかかっこいいというか、この真っ黒な姿が自分は結構好きです。すごいですね餌が。ただここの容器はまだちょっと産卵はあまり確認できてないですね。まあ、前回の動画でもちょっと話してるんですけど、オロチはちょっと他のメダカに比べるとちょっと遅いイメージですね。あんま卵を持ってる個体がまだあんま見つかりません。まあ一度にあげずにこう何回かに分けて食べきれるかなっていう感じを見つつあげてますね、自分は。ちょっと一度に上げすぎちゃうと怖いので、まあ、ちょっとずつちょっとずつ様子を見ながらって感じですかね。こちらがまた先ほど60センチ水槽で紹介した3色の親の子供たちのちょっと遅生まれですね。先ほど80リットルで大量にいた紅白の稚魚たちよりもちょっと遅生まれの個体になります。まあ、こちらもでも遅生まれでもだいぶ大きくなってきてますので、こちらも乙姫 B2 で全然大丈夫ですね。こちらも結構な数入ってるのでいっぱい食べてくれます。もう少し大きくなったらこちらも選別していきたいと思います。まあなんか赤がちの子が多いですよね。まあ、この中からまあバランスがいい中にはまあ良さげな個体も混ざってるには混ざってるんで、その辺を選別していこうと思います。まあ、頭がオレンジで、まあ、胴体が白っぽくて黒がちょっと入ってるようないい感じの個体がいるにはいるんで、その辺はちょっと選別していこうかなと思います。今回この餌あげの動画ちょっとじっくり見すぎて長くなってしまったので、ちょっと前半と後半に分けたいと思います。こちらの餌あげの続きの動画はまた近日中に上げていきますので、ぜひそちらの後半の動画もご覧ください。とりあえず今回はここまでの動画とさせていただきます。今回も動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。ではまた。